選挙に行かないっていうことは現状肯定ってことなんですよね。それに対して一言言うっていうことは一言選挙で投票するってことですよね,なるほどね国民がこの状態だったら政権交代の時にあなた対象から外れますよっていうそれを突きつけるかどうかなんですよね 内閣と与党の関係内閣と議会の関係これはまだあの手をつけずに残してしまったところで、国会を改革するっていうのは実は政党改革をしなきゃいけないそのとこに与党内改革しないといけないんですねおはようございます,います日経日曜サロンですこの番組は日本経済新聞のセリカー一論説フェローがゲストに単刀直入に今聞きたいことを聞いていく番組です 今回のゲストは慶応義塾大学名誉教授の曽根康則さんです。はい、曽根先生はですね政治学者でですね、まあ21世紀院長を主査としましてですね、佐々木武氏元東大学長らとともにですね、まあいろんな構造改革向けたですね提言をしておられました。まあ、今回もですね令和臨長の運営幹事の一人としましてですね、まあ日本の立て直しに向けたですね政策提言に取り組んでおられます。まあ日本政治の現状と問題点。 これからのですね、まあ、べき方向、なについてですね、お話をお伺いしてみたいと思っております。曽根先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ま,すまずですね、国会では自民党の派閥の政治資金疑惑を受けまして、政治と金の問題が焦点となっています。 自民党の党改革の中間取りまとめに対しまして、野党各党がそれぞれ改革案を出し、議論が繰り広げられています。まず、日本政治の現状をどのように見たらいいのか。まあ、その現状ということで申しますとね、いろんな問題点が、まあ、この浮き彫りになったと思うんですね。まあ、そのいうゆ政党のガバナンスであったりね。 まあ,あと候補者の問題もあるわけでしょうし中野構造の問題もあると思いますけどもあの先生の目にはですね今現状はどう映ってるかっていうここからお話をお伺いしてください、ねはい、あの政党間の競争のダイナミズムがなくなってると思うんです<ー>でそれ別の言葉で言うと今選挙があったとしてもまあ基本的に自公政権かんないだろうねとで皆さんの関心が あのど,どこにあるかっていうと自民党の総裁は岸田さんのままなのかなとあるいは野党第一党が立憲から維新に変わるのかってそれはレベルが一つ下がったとこの話ですよねだからある意味でで消化試合なんですよだから自公政権がこのまま続くという前提で皆さん話してで政治と金が起きたら政権変わるっていうくらいの緊張感が今出てきたのかっていうつまり 自民党の失敗だとそれは政権交代だよと野党が取って変わるよっていうそこまでゲームがね、なるほどあの激しいものになるかどうかっていうのはまだわかんないですね。はい、なるほどね。少々思えばですね、九十年代のね、はい、政治改革まあその選挙制度を中心としたはい、はい、でまあ二千年代はですね象徴再編とかなきの強化ってございましたよね。はい、そういうまあこの政治の構造改革がねこのまあ二十年三十年のですね中でね、はい、まあその結果と言いますか。 それが今日ってことになりませんかね結論から言えばそうなんですあのですけれどもねあの今55年体制時代と今と大きく違うのが国民が政権選択できるっていうことなんです、うん、選挙を通じて政権選択を可能にしたんですねうん、うん、じゃあ55年体制時代は何かっていうと自民党政権はもう当然なんですよねうん、うん で野党最大野党の社会党の候補者でさえ過半数いなかったんですからうん、うん、もう政権交代なんてないんでそうすると人々の興味はどの派閥が勝つかとかね野党がちょっとどっか伸びるところはどこなのかっていう興味だったわけですうん、うん、中選挙区時代はい、はい、でこれが一番お金かかった原因なんですよねだから最近政治改革大綱を読む方がいらっしゃいますけども、はい、まあ 派閥は事実上なくなるはずだったんですよ。うん、あのお金は選挙にかかるお金はまず相当減った。うん、まああの人によって十分の一くらいになったって言ってますよね。ねと,ねところがですね、総裁選がある限り派閥で票を集めるっていうのは残っちゃった。で、あの政党助成金の方は派閥には行かないことになると、派閥は知恵を絞ってパーティーでお金を稼ごうとする。うん それから自民党の党内組織の改革はできてないからそうすると派閥をベースにした党運営をしてだから組閣の時もそうだしそれ以外の人事も派閥から上がってくるリストであの決めるっていうまあ昔の仕組みがそのまま残ったんですね。じゃあここのの派閥問題ままででを我々あのどこまで予測してたのかっていうと まあ選挙制度を変えれば派閥は変わるっていうところまでなんですねその先生は令和臨調の運営幹事として全体を統括する立場だと思います。 令和の政治改革として現状をどのように受け止めてどんな改革の方向を模索していったらいいんでしょうか問題点を踏まえながら伺っていきま,しょうまあ今あの先生からですね問題点指摘していただきましてねじゃあどうやって改革していくのかっていうこと要するにまあ執行部と個人の間のそれぞれの議員の関係で申しますとね強くなったですねこちらがねでこちらがまあ力関係がねかなり変わってるいうのもありますね。 これ政党問題っていうのは非常に一つポイントだと思いますけど、はい、これちょっと積み残しだったんじゃないかと思いますがおっしゃるようにね党幹部とあの自民党員の関係のところをどうあの、まあ、見直すかっていうところは課題なんですよ。うん、特にですね一番候補者が恐れてるのは公認問題のところで、うん、自分は公認されるのかどうかってそ,そこを占められたら、うん あの反論もできないよっていうところで公認問題ってね実はあんまり十分議論してないんですよねつまりあのオープンでフェアなルールの下で競争をやりましょうっていうことなんですがどうもオープンでもなければフェアでもないっていう派閥の,のプッシュがあるとまあ公認されるとかされないとかそこをきちんとね作り変えるのがまず第一点ですねなるほどね。 政党自身の問題があってて合わせ先ほどの話の流れで言いますとねやっぱ派閥の問題がね今回は岸田さんがですね派閥の解散、まあ、解消を打ち出しましたで合わせて、まあ、計4つの派閥がですね、まあ、それにれる形でですね解散を決めたという,でもう2つの派閥と違いますけども、はい、今回のこの一連の発言その後の動きによってですね自民党のこの権力構造といいますか政権構造みたいなのね 変わってきたんじゃないかなと思ってるでしますこの辺りはどういうふうにご覧になりますか。え、あの、私は流動化していると思います。<ー>液状化まではしてないんだけども。<ー>で、これはですね、まあ、あの、岸田さんが政局仕掛けたっていうところもあるわけですね。うん、解消するっていうことで。で、だけど、そ、そこから政界再編に至るようなことが。 起きるるのかかどうかを私は見てるんですね<ー>つまり平成の改革の時には若手政治議員の会なんてがあって<ー>自民党内の若手に熱量があったんですよ、ね、そで,す、ね、でその熱量を今あんまりまだ感じることできないからこれからそれが湧き上がってくるのかっていうのがあの政界再編とか<ー>あのまさしく政局から政治転換のダイナミズムに行くのかどうかっていう、うん、そこをちょっと注目してますけ、ね、どね。 でもなんかあんんままり行く感じしません、ね、<laughs> どうですかあの今の熱量とですね、うん、当時、はい、まあ90年代最初の頃と比べるとちょっと物足りないですね。ですね。冒頭おっしゃったようなねつまり自公政権は続くだろうというのねそういう大きな何なとなくみんなまあ処刑試合っておしゃいましたけど、はい、そんな,、はい、なんか中でみんな見てる感じがあるんでしょうかねまあ次の総裁選とかね。うん あるいはあの派閥の看板がなくなっても、うん、まあ実質はあのどうやって機能を残そうかなってそっちばっかり考えてんじゃないでしょうかね。ねいやまあその絡みになりますけどその結局野党の問題でもあるわけですよね。はい、野党がだからまあ、はい、<laughs> そのこれも動かないわけでしょう。その自民党の若手と連動する動きはない今ね。はい、あの今回の政治と金でもおい。 野党党と与党で合意点つまり落としどころがあるのかっていうと、うん、両方とも自分の言いたいことを言ってて結局まとめないっていうのがあの両者ともに考えてこるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。どねいやただそういう中でねななんとなこのネオ55年体制いうですかそういう言い方をされる先生もいらっしゃいますしですねなんかこうその30年経ってね ぐるっと回っとて、ね、元に戻ったんじゃないかなっていう、ねはいはい、気がしないでもないですがその辺にどのように見ます選挙制度が変わってから、うん、あのどういう政権なのかちょっとフリップを、はい、あの見ていただきたいんですがあの確かに政権交代はあったんですよね、うん、でそれで2009年には、まあ、野党が選挙で政権取ったという。うん、だけど再び自公政権がずっとこう、うん、その後続いてるわけですね。うん、でそうしてみると あの55年体制っていうのは基本的には自民党の一党優位つまり単独政権がずっと続くっていうのが前提の時代だったわけでそれが選挙制度変わってからあの連立なんです基本が。でしかもあの自公の政権っていうのはずっと長くまあ,あの12年以上 以降、ね、まあ安倍政権から岸田政権に至るまでずっと続いてるわけですね。はいまあ、野党の一つの理由はですね参議院が、ねねええ、過半数割るとねじれになるから、ね、参議院こと、ええ、もう一つはですね小選挙区で自民党の議員がですね公明投票を当てにする二 2>,、うん、2万票から5万票ぐらいありそうだと、うん、これの味を占めちゃったわけですね。うん、だから あの公明党との連立なかなか切れない、うん、なかないかかこれが変わるっていう感じしませんね。<laughs> えあのもうよっぽど公明党が、ねうん、政治と金だとかね、うん、なんかで自民党と切らないと自分の党の存続が危ういよっていうところまでくれは別でしょうけど、うん、今のところはまあ若干の手直しで乗り切れると思ってると思います。うん まあちょっと今あの国会の話になりましたけどねあの思えばですねその政治改革のねその九十年代も千年,年代もそうですけど、まあ、結局国会は手つかずだったような気がしますこの点いかがですかおっしゃる通りなんですあの国会まで手が回らなかったんですだからあの行政改革もあの内閣と霞が関の関係は整理できた。 で内閣と与党の関係内閣と議会の関係、うん、これはまだあの手をつけずに残してしまったところ、うん、で国会を改革するっていうのは実は政党改革をしなきゃいけない特、うん、に与党内改革しないといけないんですね、うん、与党のどこかっていうとあの国会に出る前に与党審査、うん、自民党内で与党審査をしてるわけこれで実質決まっちゃうわけですね。うんうん で議席は多数があるから国会に出た時にはあとは日程闘争と、うん、だから与党議員ととっってては国会ってつまなないとこなんですよ、うん、あのそういう意味で言うとおまず与党審査をどうするかって、うん、で残すんだったら公開しないいけないですね、うん、今あの部会は非公開でまあ記者が一生懸命壁にこう耳当てていろいろメモを取ってるわけですけどもそれを公開すると。 あの実質決定の場所だったらそれは公開にするあるいは討議拘束をかけるけども総務会決定があの終わったところで討議拘束かかってますけども委員会審査が終わわわっったたところでででかけたって言うわけけててうすすよね、まあ、他の国はそしるわけですあるいは会期って不継続の原則ですけども会期ってこれでいいのか継続した方がいいのかどうかってもうやることいっぱいなんですよね。 それがあの令和の政治改革のポイントということで受け止めてよろしいんですか。はい。あの令和はこういう問題をこれから世に訴えていくというふうには、ただ出す順序とかですね。うん、中身のあの濃淡は、これからちょっと議論した上でっていうことですね。 続いてもう少し長い目で長期的に見た場合日本の統治構造を含めまして日本の政治はどのようにあるべきなんでしょうかまたどんな方向を目指すべきなのか、うん、そして国際的に経済的な影響力が落ちていまして世界における日本の地位は低下するばかりですこれを立て直すにはどうしたらいいんでしょうかこれやっぱり一番問題はその政策的な問題でね曽根先生は、まあ、経済政策が非常明るくていらっしゃいますのでおかしくいらっしゃいますのでまあぜひお伺いしたいんですけども負担をね この負担の問題、結局ずっと避けてるわけでしょこれ、ここに手を、その、ななん、なんですかね。まあ、あの、その手を触れないことにはね、そこを改革に、えー、乗り出さないことにはね。結局、前に進まないんじゃないかと、もうずっと思ってるんですけども、どうしたらいいんですかって聞くのもあるんですが<お>いかがですか。<laughs> そうですね。おっしゃるようにですね。日本は、あの、社会保障費を。 捻出するためにもう急遽としてるわけですね。ある意味で戦争してると言っていくらい、毎年三十兆から四十兆国債を発行してるわけですね。だから私これ戦時国債だって言うんですよ。でそのくらいのあの支出をせざるを得ない。でこれ誰が悪いっていうよりもあの社会構造があの高齢化しちゃってる仕方がない。で段階の世代が引退してもまだ残る問題なんですね。そうすると今おっしゃるように。 負担と給付ってね。うん、国民一人一人が考えなきゃいけないんですよ。うん、自分が。もう目いっぱい欲しいって言ったら。じゃあ負担の方も増えますねと。うん、と,ところが。政治家は。なるべく。あの給付を充実させて。負担の方は先延ばしっていうことを。うん、まあ、ずっと続けてるわけですね。すねいや、だから、思いはですね。それはまあ。 昔というとね、大平さんであったり、竹下さん、竹下さんであったりね。まあ消費税とかですね、まああの。えー、いろんなね、あの、そういうふうにやっぱり。なかなかならないもんですかね。えー、まあ、あの消費税は今タブーですね。うん、だから、これは。まあ財務省と厚労省は。あの。手をつけたいとは思っても。うん、口に出さないですね。うん、だから、政治家が旗を振ってくれない限り。 前に進まないっていとうことは分かってるわけで,でこれをきちんと議論しましょうとまあ我々の立場は選挙で負けるっていうことはありませんから自由に発言してこの財政問題社会保障問題っていうのはやっぱり議論しとくべきだで国民がそれで納得しなきゃいけないですよねっていうそういう方向に行かないとちょっと難しいですねなるほどね。 とということは,最後はです、ね、我々つまり有権者の問題ということを先生今おっしゃってるわけですけどこれやっぱりこの国がねこうもう本当に,ドイツので第4位になりましたね、はい、えまあそういうことを考えましてもねもう一回こうもう一度っていうね再生ということを考えてもね結局最後はまあ有権者の問題になるような気がしますけども、まあ、これあの視聴者の皆さんにもです、ね、ぜひお考えいただきたいと思うんですけども。 先生のお立場からですね、ど,どういう、その、何ですか。あの、メッセージと申しますか。どういうふうに考えたらいいかっていうことについて、ぜひ、おね、お話を伺いしたいんですか。はい。あの、政治家っていうのはね、小手先のこと、目先のことをごまかすのが非常にたけた人たち。ですよね。たけた人、それに騙されない方がいいです。うん、で、三十年前のね、平成の改革の頃と違うのが、大きく二つあって。一つは、デジタル化が進んだんですね。<ー>インターネット、みんなが使うんだ。うん もう一つはグローバル化は当時もありましたけど今もっと進んだでそういう意味で言うと長田町の町内町内会ゲームにですねあんまりあの引きずり込まれない方がいいですよ、うん、国民はもう少し広い目を向いた方がいいですよ、うん、思ってますただね今の世界はですねどこの国も日本より政治状況が悪い人が多いんですよ、うん、つまり我々かつてアメリカ見ろイギリス見ろ ねド,ドイツはこうフランスはこうと言ってたそれぞれの国がかなり状況悪くなって特に、えー、選挙は盗まれたっていう国だってあるんですよね <laughs> でそういう意味で言うと日本はまだ選挙ができる国なんですよまあ、日本よりマシなんですかねよりマシつまり日本が良くなったんではなくて他の国が落ちてしまったっていうことなんですねで選挙ができるうちにですねきちんと自分で政権を選びましょうってだから 政治改革って何だったのかっていうと国民が政権を選べるっていうのが政治改革だったんですよ。で選べるうちに自分の選択をしましょう。でそうすればそれが民主主義のベースになりますよっていうことを、まあ、気がついていただきたいんですよね。なるほどね。ということはまずその若い人には投票に行こうとかね。はい、それでで高齢者の方にはですね。 まあ自分のことばかり考え少しこの,あの若い人のことを考えるとかねまあそういうことになってくるんですかねおっしゃる通りねあの高齢者だから高齢者の年金とね医療の問題だけ固執してるわけじゃなくて子供ののの世世代代孫ことだってて考えてるわけですよだからもうちょっと視野を広げましょうねとそれから特に若い層はですね選挙に行かなくて自分は不満だって。 っていう人いますけども、うん、選挙に行かないっていうことは現状肯定ってことなんですよ。うん、なそれに対して一言言うっていうことは、うん、一言選挙で投票するってことですよね。うん、なるほどね。いや、確かにその冒頭おっしゃいましたけど、あの、まあ、今の自公政権が変わるとは思ってないし。その自民党の中の、あの、まあ、キャビフトーをやってることで、はい、この政治の金の問題もね。ええ、なんとなく、そんなみんな緊張感じないまで見てるということ。 ここをだから突き崩すには申し遅れたような選挙ですね、はい。はい。だから政治家の方がもうちょっとこれは大変なことだって自覚を持つことと、うん、国民がこの状態だったら政権交代の時にあなた対象からはずれますよっていうそれを突きつけるかどうかなんですよね。なるほどね。政権っていうのはあの選べば変わるんだっていうそれを。 どうすするかっていうことですよねなるほどねじゃあまあ選挙がいつになるか分かりませんけど、まあ、年内の可能性が高いような見方がもっぱらですけどもそういう時に自分の持ってる一票をそ,のそういう今の先生おっしゃってない意識のもとにまず政権を選ぶそれからあの政策を選ぶ、うん、それからあの首相あるいは党を選ぶっていう。 つまり一票はですね、いろんなもののセットになってるんですよね。で、このセットっていうね、あの嫌だっていう人もいるけれども、であのそのセットで選択するっていうことで、まあどっかに目をつぶるんですが、あの選択はできるんです。政権選択、政策選択、首相選択、三、はい、つの選択ですね。そういうことです。そのうちのどれを選ぶかってことですね、えー。だから。 候補者が気に入らないだけど政党はこっちが好きだとか首相はこの首相がいいだけどこの党は嫌だとかっていろんな組み合わせがあるんですよね。で変数がたくさんあるから選べないっていう拒否じゃなくてこっちは我慢できるっていうところを我慢して政権を選ぶのか首相を選ぶのか政党を選ぶのか候補者を選ぶのかまあど,どれか。 いいとこがあったら、それで行きましょうという。なるほど。わかりました。先生、本日はお忙しい中、ありがとうございました。はい。はいどうも 曽根先生のお話いかがでしたか、はい、あの90年代、まあ、2000年代に入ってからもそうですけど、まあ、いろいろ政治改革政治の構造改革やったわけですねそういう中でですねやっぱり政党ですとかね国会というところが、まあ、なかなかそこまで手が届かなかったと、まあ、そういう中でですねこの問題が起こってきてるわけですね。で、まあ、自民党の中もですね、まあ、流動化、まあ、液状化じゃないけど流動化とおっしゃってましたけど、まあ、すごく動いてきてるという中でですね まあそういう若い人たちがどう動いてくるのかっていうねこれもなかなか見えないところがありましてまあ野党を含めたね連携の動きもなかなか今のところないわけですね何かっていうとやっぱりこれ緊張感がないとつまり自公政権は続くんだとねその中でのですねあのまあみんな皆さん動いておられるというのはね前提としたねじゃあやっぱり緊張感を持たせるのどうするかっていうと次の選挙でやっぱり当たりますけ投票に行くということですね一票を投じるということ。 でその一票を投じる時にですね、まあ、いろんな選択がいくつもあるのでねその,その政権を選択であったりね、まあ、政策をどう選ぶのかとかねそれと、まあ、その候補者です、ね、の選択とかねいろんな選択があってですね総理大臣とかね その中ですべてを満たすのは無理なのでどれか一つ決めてですねこれでいくということでやるということが必要だということをおっしゃったと思います、まあ、ですからやはりまあ我々有権者の立場からしますとねやっぱり一票を投じにいくということねこれが何も大事だということはまさにその通りだと思いましたさて3月10日放送のゲストは公明党幹事長の石井圭一さんです、はい、石井さんにはですねまあ今国会のですね最大の焦点でありますまあ政治と金の問題ですね これへのまあ公明党の対応からですね、まあ次の衆議院選挙へのですね、まあ準備状況ですね、それとも自民党とのまあ連立ですね、いろいろまああの問題孕んでるところがありますので、まあ現状、そしてまあ公明党のですね、まあ今後これからなどについてですね、お話を伺してみたいと思っております。日経日曜サロン次回もお楽しみに。